い、でも今日ペイちゃんです。さあ、こういうコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。はい、プレゼント企画ですね。前々から言ってた、あれです。これだね。成熟メカストーム。4周年のシークレットの衣装です。これめちゃくちゃレアで、結構勘違いしてる人多いんですけど、同じデザインの銀色のやつがあって、まあ、それは金枠で普通に当たるんですけど、このシークレットに関しては、まあ、そもそも8万円ぐらい引かないと、ガチャの中身に追加されなくて、で、さらに、追加されてから、そっからね、0.1% を引かないと、当たらないっていうね、超激レアな衣装です。で、特殊機能がね、めっちゃすごくて、まあ、それについては過去にね、動画で説明したんで、まあ、詳しく知りたい人は、その動画を見てほしいんですけど、まあ、簡単に言えば、まあ、栄光節勲章とか、まあ、トレーニング勲章のチップだとか、まあ、あとは、ブルーチップとかね、ダイヤとか、まあ、そういったものが、無限に手に入る、無限に増やせる、最高のね、衣装となっております。まあ、今回はこれをね、2名様にプレゼントしようかなと思っております。まあ、最初はね、1人の予定だったんですよ。そもそも、初日のガチャ動画で1着当てて、で、その後、シェアカードの無料分でもう1種類の方当てて、で、その時に、あれ？これもう1個当てれば、プレゼントできるんじゃね？と思って、で、もう1個狙いに行ったら、そっからね、8万ぐらいかかって、で、1個当てて満足したんだけど、あれ待てよ、と。さすがに1個、数、当たる確率少なすぎねえかと思って、で、もう一個狙いたいなと思って、そっから3万円分ぐらいかな。毎日、20連ずつ引いて、もう一着当たって、2個という形でね。もうこれが、僕の限界でした。まあ、2個しかね、用意できなかったんで、ちょっとそこはね、申し訳ないなと思うんですけど、まあ、皆さんには、軽い気持ちで、当たったらラッキーぐらいな感じで、ぜひ抽選にね、参加してもらえたら、嬉しいなと思ってます。まあ、なんかちょっとそういう、なんていうのかな、ドキドキがあるだけで、なんか、一日楽しいじゃん。まあ、当たんないだろうけど、当たったら嬉しいな、当たんないかな、みたいなね、そういうドキドキ。まあ、それをちょっとね、僕は、みんなに提供したいなと思っております。応募方法なんですけども、動画概要欄の応募リンク開くと、このような画面になります。応募方法はパソコンもしくはスマートフォンからです。ここにご応募はお一人様1回ってなってるんですけど、1アカウントにつき1回です。応募期間が本日から12月12日日曜日、まで有効です。で、当選者には僕から荒野内のチャットで連絡して、荒野ことのフレンドになって、プレゼントするという形になります。まあ、あとは注意事項、サーバーは JP サーバーのみです。1アカウントにつき1回までの応募、2回以上は無効ですと。まあ、あとはちょっと読んでいただいて、まあ、下の方に行くと、UM のプライバシーポリシーがあるんで、まあ、それをちゃんと読んでいただいて、で、同意するにチェックを入れていただいて、で、さらに、荒野コードのプレイヤー名と荒野の、ID を書いていただくと。まあ、これかなり重要なんで、ここ絶対間違わないようにしてください。で、最後に、まあ、これは別にね、任意なんであってもなくてもいいんですけど、まあ、僕に対しての感想とか、なんかやってほしい企画とか、なんかメッセージとか、なんかあれば、ここに書いていただいて、左下の送信をして、完了となります。まあ、特に応募条件とかもないんで、まあ、最初に言ったんですけど、まあ、皆さん軽い気持ちで、まあ、ぜひね、抽選に参加していただければなと思います。飛んでおります。まあ、こんな感じで飛ぶとね、アイテムをいっぱい落とすんですよ。で、黄色はまあ衣装なんで別に拾わなくていいんですけど、青いやつは、まあ、例えばこれダイヤとかね、ブルーチップ、栄光節勲章のチップとか、これはトレーニング勲章のピースとかね、まあ、こういったものが手に入ると。で、これ無限に出せるから、まあ、待機場でね、みんなに配ってもいいし、まあ、ルームとかね、こういう離れたところでやって、自分で拾ってね、自分でゲットしてもいいと。まあ、とりあえず無限に出せる。まあ、これを着てるだけで待機場で、おそらくね、人気者になれるかなと思います。バサー。さあ、ということでやっていきましょう。荒野ランドやっていきます。まあ、この衣装着てね。被ってないかな？被ってなさそう。珍しいな。ここ割となんか被るイメージなんだけど。被ってないっすね。まあちょっと、ランドはね、物資が豊富なんでちょっとゆっくり漁って、景気範疇か。ちょっと誰かいないかな、その辺に。その辺にすぐやれそうなやつ。いないっすね。じゃあちょっとゆっくり、ちょっと装備整えていこう。おっと？おっと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 。ちょ。このまだね、この新しいパッドにこう慣れてない。痛い。そこ通してくる。詰めてくる。
詰めてくるよね。それは詰めてくるよな。はい、なんで勝った今。なんで勝った今。完全に負けムードだったけど勝てた。ステキャンしてくれたから逆に助かったのかな。逆に立ち上がってくれて助かった。やっと止血1個。マジでね、回復がない。ちょ、この俺こういうね、この酸とかね余ってるのこれ気になっちゃうタイプなんだよね。ん、なんかガラス割れる音しなかった今。なんかガラス割れたよな。あ、いた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 。こっちから来るかな。出てくる。あ、来た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 。それはやっていく。あら、これさっき倒した人かな。ありがとうございます。ちょっと何もできんけど、ちょっと画面だけガクガクありがとうっていう。あれだけしとくわ。何や、画面ガクガクでありがとうって意味わからんな。これまた次のアンチもまた随分遠いこと。320m、 きついな。え、てか待って、え、足跡あんだけど。ナイスキル。自分がされたのに、このね、この精神なんていいやつなんだ。詰めるか。この真上かな、3階かな。3階っぽくね。行く、どうする、行くか、行ってみようぜ。まあ、3階かな、この真上でしょ多分。うおー、何、びっくりした、マジで。何、こんばんは。普通に3階だと思ってたら、こんなとこで穴リーンして頑張ちってある、びっくりした。勢いよく入ってよかったな。逆にゆっくり入ってたら殺されてたわ。ここだと思ってたよ完全に。俺ここで待ってると思ったら違かったね。あんなとこで待つのか、新しいな。お、なんかやってんね。あー、なんか今チラッと見えたな、あの岩裏で今やり合ったね。行ってみよっか。あー、いた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 。あぶねー、ちょっと頑張った、危なかった。 OK、 これで4キル目ですね。まあいいんじゃない、残り9、勝ちてえなー、ここまで来たら。あれ、これさっきの人かな、こんばんは。こんばんはしとっか。絶対伝わらない、こんばんは。ガクガク。いつも TikTok 見てます。にわかすぎるでしょ。100% 嘘。なんならちょっと煽りまであんな。TikTok、まあやってなくはないけど、ほぼほぼやってないからな。待って、いるわ、ここ。このタイミングで、ちょっと、めんどくさいからさ、無視しよう、これ。これ多分ね、ここでやり合ったら、おお、ありがとうございます。箱。あざす。さっきの人だ。感謝申し上げます。ここでね、あいつとやり合ったら、多分、足引っ張り合って、アンチダメを食らって、アンチ入ったところを多分殺されちゃうんで。まあ、ここは無視。無視して先に、アンチに行く。このね、この判断ですよ。さっきのやつ裏回ったんかな？先にアンチ入っとけば来るかなと思ったんだけど。全然来ないね。こっち行くか。こっち。アンチで入ろう。おお、下へ箱ある。ここ下へ箱ある。おお、待って、なんかいる。おい、怖い、ほんとに。前もなんか動画で一回あったんだよな。あの、コメント欄を見て気づいたっていう。なんか何秒、ここ敵いるの気づいてないとかって書かれてて。はあ、そんなわけないだろうと思って見返したら、ほんとにね、敵が寝転がってるっていう。俺やっぱ結構見逃すんよな、多分。やっぱね、あの喋りながらやると注意力がやっぱ散漫になるんで、まあ、そこはね、まあ、ちょっとなんか来たぞ。下？外かなこれ。ん？外っぽくね。いやー、これ縮小始まる前にちょっとやりに行った方がいいな。じゃないとね、これは足の引っ張り合いになるよ。うわ、いた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 。おい、びっくりした。オッケー、やっていく。あと残り3枚、勝てるぞこれは。左回るか。左回って絶対岩上とかいると思うから、まあ、そいつをと、あ、いるわいるわ、あそこに、ほら。あぶねー、あぶねー、やっていく。
あぶねえと言いつつ全然ダメージ食らってないけどあと2人。でもあいつがさ、あそこで堂々としてるってことは後ろいないんじゃね、これ。後ろいない説。まあ一応ちょっとクリアリングしてからこの辺とかさ、いないか。あ、やっぱいないんだ。いないんだね。あ、なんかやれたやれたやれた、あそこでやれた。あ、いたいたいた。これはクレで決まるのか。クレで、はい。うん、飛ばないんこれ。これで飛ばないんか。まあいいや勝った勝ったはい、ということで、メカストーム皆さん多数のご応募お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。